カルマパ17世、カルマパ17世、ウゲンティンデー・ドルジェは、チベット仏教、カギュ派の最高位の化身ラマであるカルマパの、第17世、チベット北部カム地方、チャムド県出身、チベット族、亡命先のアメリカで入弱した、カルマパ16世の転生者として、中華人民共和国国務院国家宗教情報局、並びに、ダライラマ14世によって認定された。 カルマパ16世にもあった太もものクロワザーが転生の認定時の判断材料にもなった中華人民共和国で初めて認定された化身ラマである先代のカルマパ16世はダライラマ法王と同じ1959年にインド亡命後シッキムで活動し1981年にアメリカで死亡したカルマパ16世の死後 天章者探しが鍵カ,カルマ派伝統の4人の行為の化身玉からなる殺傷団によって始まった。シトリンポチェがカルマパ16世の遺書を発見し、それを根拠にして選んだのがウゲンティンレイドルジェであった。1992年5月にダライラマ14世はウゲンティンレイドルジェを正式にカルマパ17世として承認した。他方、中国政府は1989年1月に パンチェンラマ10世を失い、同1989年12月には、ダライラマ14世が、ノーベル平和賞を受賞するなど、中国のチベット政策は苦境に立たされていた。カルマパ17世が認定された、翌月の6月25日、中華人民共和国国務院は、認定文書を発表した。チベット亡命政府は、ダライラマ14世の承認通り、ウゲンティンレイドルジェを、 カルマパ17世として紹介している。また、ダライラマ14世は、ウゲンティンレイドルジェを、カルマパ17世とする決定が変更されることは、今後ともあり得ない、と言明している。なお、ジャムゴン・コントルは、転生者捜作の旅の途中、交通事故で亡くなっている。2000年に、ヒマラヤ山脈を越えて、チベット自治区からインドに逃亡し、難民認定を経てそのまま、インドに亡命した。 もともと8歳でカルマパ17世と認定されてから中国政府側の厚遇を受けており比較的自由を与えられていたとされる。中国政府と中国共産党はカルマパ17世を亡命中のダライラマ14世に代わる親中国共産党派のチベット仏教指導者に育て上げようと考えていた。しかしカルマパ17世は仏教修行のために インドへの旅行を希望し、それを中国政府にたびたび打診したが断られ続けた。その後は当局からの監視が一層強くなった上に、1998年にはツルプデラで中国人二人によるカルマパ17世の暗殺未遂事件が起こった。カルマパ14歳の1999年12月28日の夜、 中国政府の番人たちの目をそらせた隙に鶴デラの寝室から用意された車に飛び乗った一般人の姿をしてカルマパの姉を含む自重5人と2人の運転手と共にネパール国境へと進む。総員ではカルマパが自室にいるように見せかけるため監視の番人にはカルマパは長期の瞑想修行に入っていると説明し僧侶らが毎日部屋に訪れていたという。 中華人民共和国はカルマパ17世は歴代のカルマパの放棄、黒棒を探索しに行く旨を書き記したおけ手紙を残したと発表し、カルマパ17世がすぐに中国に帰国することを示唆した。しかし、インドに姿を現したカルマパ17世本人はこの話を否定し、自分の行動が中国の束縛を逃れての亡命であることを明言した。 ネパールの首都カトマンドを経て、インド国内に入る。そこまでの交通手段は、徒歩や馬、列車、バス、レンタカーを乗り継いだとされる。ムスタン南部を抜ける際には、僧侶がチャーターしたヘリコプターを利用し、逃亡中の資金や食料は、信者が支援した。8日間に及ぶ逃亡によって、カルマパの足は、逃傷し、顔の皮膚もひび割れていた。2000年1月5日早朝に、 チベット亡命政府のあるダラムサラ近郊のゲストハウスに到着。同日、ダライラマ14世と面会を果たしてその祝福を受けた。ダライラマ14世とカルマパ17世が一緒に写っている写真は日本や世界各国でも報道された。インドではダラムサラ郊外の牛デ寺に在住し、修行と宗教活動を行っているチベット人亡命社会の聖職者としては、 ダライラマ14世に次ぐ知名度を持っていることから、時代のチベット人社会を担う指導者の一人としての呼び声が高い。また、現代の若者の一人らしく、プライベートでは iPod でヒップホップを聴き、プレイステーションでコンピューターゲームに興じるという一面も持っている。インドダラムザラの儀頭総員で2011年1月27日以降、出所不明の大量の現金が見つかり、 脱税や外国為替法違反の疑いで、インド警察当局の捜査が入った。インド警察当局は2月1日までに、カルマパが居住する総員を捜索し、現金7500万ルピーを押収したほか、カルマパの金庫番を務める側近を含む複数の関係者を逮捕した。捜査の結果、総員近くにカルマパ専用の住居を建設する計画が判明し、 押収した現金はそのための土地購入資金と見られたが取得の経緯などが申告されていなかったことから不正資金である疑いが浮上した。また現金に中国人民元が含まれていたことなどからインド国内では資金は中国政府から提供されカルマパは中国のスパイであるとの見方も報じられた。1月28日 欧明ジベット代表者議会常任委員会が面談したところ、カルマパは財務的なことに関わっておらず、今事件のことはわからないと答えている。翌1月29日、カルマパ事務所は疑惑は極めて憶測的かつ事実無根であり、中国政府とのつながりについてはいかなるものも断じて否定する発表した。2011年2月11日、 インド警察当局は捜査の際に発見された現金は、信徒からの伏せであり、カルマパ17世はこの現金とは関わっていないと発表した。常任委員会は、世界中から現金を受けていることや、カルマパのスケジュールはすべて、インド政府の監視下にあり、面会を求める人は事前に、インド警察の許可を取る必要があることを報じた。ありがとうございます。